As a result, some members of the group had taken to living on or near the mountain, and the Independent reported that up to 100,000 people might have been planning a trip prior to the believed apocalypse date. The mayor of the nearest town, Bugarashu, said that over 20,000 visitors have arrived between January and July 2011, a significant increase over previous years. その結果として、その山あるいはその山の近くに住む人たちが現れるようになりました。インディペンデント新聞によれば、およそ10万人の人たちがハルマゲドンの前にその山から旅立つことを計画し、その山に集まったそうです。そこでその山の近くのビュガリッシュの町を、その前の年の2011年から1月から7月までだけに2万人の人が訪れたと言います。広志林、浜松市、ジャパン、February the 2nd, 2023。とうとう、その山がどこにあるかわかりました。フランス在住の中村さんという方からこんなコメントが届きました。林博士様へ、あなたが探しておられる山はレンヌル斜塔ではありません。ビュガラッシュ山です、と。で、私が探していた山というのはですね、ニコラ・プーさんの書いたアルカディアの牧人たちと題された絵の中に書かれている山ということになります。プーさんのアルカディアの牧人たちの背景には奇妙な山が描かれています。上の絵がその山ということになります。そしてその下にイエスが収められている石棺が表現されています。この絵はただの絵ではありません。その当時の人たちが絶対に知る由もなかった事実がこの絵の中に隠されています。というようなところからですね、この山とイエスの、つまり死、石棺と関係があると判断しました。そこでこの山探しをしたわけですけども、この山がどこにあるかわかりませんでした。ところが、フランス在住のですね、中村さんという方からですね、コメントが届きました。私が探している山はこの山だというのです。そしてその山の名前はですね、ビュガリッシュ山と言います。となると、この山のこの近くにイエスが眠っている、あるいはイエスの石棺が収められているということになります。なぜそのように私がここで断言するかについては、もう少し後で説明します。まずこの山についての謎について皆さんに話しておきたいと思います。大変奇妙な地形から、その山はエイリアンの宇宙船があると広く信じられている山がフランスのビュガラッシュ山です。地元の人たちによっても、超神秘の山とも呼ばれています。で、マヤのカレンダーが終わると言われていたあの頃のことですけども、こんなことがありました。2012年12月21日のことですが、その日、エイリアンがその山に現れ、そこに集まった人たちを救出するという噂が出ました。その結果として、その山、つまりビュガリッシュ山、あるいはその山の近くに住む人たちが現れるようになりました。
インディペンデント新聞によれば、およそ10万人の人たちがハルマゲドンの前にその山から旅立つことを計画し、その山に集まったというのです。そこで近くのビガリッシュの町を、その前の年の2011年の1月から7月までだけに2万人の人が訪れたと言います。そして多くの人たちが奇妙な宗教的儀式を始めるようになりました。そこでフランス議会の委員会は何かの秘密の儀式が集団自殺、もしくは何か深刻な問題を起こすのではないかと心配しました。そしてフランス警察はその山へのアクセスを遮断するという行動に出ました。2011年のことです。話を先に進める前に画面を見ながら説明します。右下の絵がですね、ニコラ・プーさんが1639年に描いたアルカディアの牧人たちと題された絵です。が、これはただの絵ではありません。ということなんですけども、まあ、ミケランジェロの時代から見てですね、ちょうど100年後の絵ということになります。で、この絵の中にですね、右からベタネオネ・マリア、そして牧人たちが描かれています。そして中央にですね、大きな石棺が描かれています。この石棺の中にですね、亡きイエスと言いますか、ベタネのマリアの夫のシャマーシュイエスが収められているということになります。で、その後ろにですね、背景、今ちょうど白い枠で囲みましたけれども、この山が描かれているわけですよね。この山はどこかということなんですよね。で、その石棺と全く同じ形の石棺をですね、ミケランジェロが埋葬の絵の中に白抜きで描いています。白抜き、わざと白抜きにして未完成の大作に見せかけながら、この白抜きに極めて重大な意味が隠されているということをですね、まあ、1500年後のカイン・キリストはこの絵を通して示したということになりますが、そのミケランジェロが描いたと言われている埋葬の絵の中の石棺と、それからニコラ・プスさんがアルカディアの牧人の中に描いたその石棺の形がですね、全く同じだということです。で、この右の絵がですね、これが埋葬の絵なんですけども、今赤くで囲ったところにもう一度注意してください。ここに石棺が描かれています。そして、ここに二人の人物がその石棺を取り囲んで立っているのがわかります。で、その形と全く同じ形のですね、まあ、石棺をですね、それから100年後にニコラ・プスさんがアルカディアの牧人の中に描いているということです。つまりこの石棺の中にはですね、マリア、それから、まあ、バプティスのヨハネ、そして裏切り者のユダの3人によって殺されたシャマーシュイエスが収められているということになります。その絵の背景にですね、まあ、奇妙なとんがり帽子のような山が描かれています。で、この山をですね、私は、まあ、流れからしてですね、レヌル・シャトーの山ではないかと考えていたわけですけども、それに対してですね、中村さんという方がですね、これはレヌル・シャトーの山ではありませんと。つまりは、まあ、先ほどから証明、話していますね。ビガリッシュの山だというわけです。そこで調べてみましたら、ピタリと形が一致したということになります。が、それだけではなくてですね、このビガリッシュの町を調べてみたらですね、先ほど紹介しましたような奇妙な噂が出てですね、大騒動になっていたということがわかりました。これは偶然の一致なのでしょうか、それとも偶然の一致と片付けてしまって良いものでしょうかということで、ニコラ・プーさんのアルカディアの牧師についての謎の動画をこの後につなげておきます。長い謎解きの旅でしたが、イエスが眠る山としては、私が調べた範囲ではこの山がですね、最もその可能性の高い山ということになるのではないでしょうか。
水深、このあたりはヨーロッパではかなり有名で、毎年たくさんの方がいらっしゃいます。またいろんなリサーチも行われて、本もたくさん出版されています。レンヌル諸島にあるマグダラのマリア教会の中にも数々の秘密が隠されていて、いろんな解釈もなされています。実は私はフランス語を勉強していた時に、実習生としてレンヌル諸島で少し働いたことがあり、いろいろ教えていただきました。教会の秘密を守り続けた神父さんの周りで何人もの殺人事件がありました。マグダラのマリアの洞窟や洗礼をしたと言われている聖水や地元に語り継がれてきた話もあります。ブグラッシュ山は表面と内側が逆転されていると言われています。表面に古い地層が現れているそうです。またブグラッシュ山は見る角度によってはダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵画に似たようにも見えると言われています。また近くにノストラダムスの実家がある村もあります。アレット・レバンという村です。私もなぜかこの土地に引き寄せられて引っ越して住むことになりました。この辺りはカタリ派の人たちが住んでいた地域でもあります。まだ日本にはそれほど知られていませんが、これからますます知られていくのではないでしょうか。日本にいた時にたまたま手にした本にこの辺りのミステリーが書いてあるものがありました。その本をここに添付しておきます。何かの参考になれば。中村さんより2023年2月2日。The painting introduced here is a painting called The Arcadian Pastels, drawn by Nicolas Poussin. So, in this painting, a big sarcophagus is drawn, and on the surface it says, I am also in Arcadia in Latin. Arcadia refers to the utopia after death.But I just reckon that the woman standing in front of the sarcophagus is Shama Jesus' wife, Maria of Bethany, who stares at the character with a gentle face. So, I am just thinking. Then I'll tell you why, but first note that the woman has a very gentle look in front of the sarcophagus.Next, this woman may be, most possibly, a pregnant woman, judging from her physical condition. But why does this woman look so calm and gentle when she sees the face
I am also in Arcadia. And why is she a pregnant woman? Accumulating these facts, I still think that this woman is Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus. Before I talk about why, please watch the following video about the painting of the Arcadian pastors. After that following video, let's think about the mystery again. ここに紹介する絵画はニコラス・プーさんの描いたアルカディアの牧人たちという絵画です。で、この絵画には中央に大きな石棺が描かれ、その表面にはラテン語で私もまたアルカディアにいますと書いてあるそうです。アルカディアというのは死後の理想郷を言いますが、私林博士はその石棺の前に立ち、穏やかな顔でその文字を見つめているのはシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアではないかと考えています。それについてはこれからその理由を話しますが、まずその女性がその石棺を前にして大変穏やかな表情であることに注意してください。次にこの女性は体つきからして妊婦ではないかということですが、なぜこの女性は私もまたアルカディアにいますという文言を見てかくも穏やかな表情をしているのか、そしてなぜその女性は妊婦、つまり妊娠中の女性なのか、こうした事実を積み重ねていくと、私はやはりこの女性はベタニアのマリア、ベタニアのマリアだと思います。その理由を話す前に次の動画をどうかご覧になってください。その動画の後にもう一度この謎について考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。少し込み入った話になりますので、最初からもう一度画面を見ながら説明します。ニコラス・プーさんの描いたアルカディアの牧人たちという絵画です。大変謎めいた絵画です。それについては続く動画の中で説明しますが、この絵の中に描かれている今キー枠で囲った女性が誰かということなんですね。で、この石棺の中にはイエス・キリストの、亡骸が入っているということです。で、私はですね、この女性は妊婦であると判断しました。第1期か第3期までの妊婦ということになりますが、第2期の妊婦と、体型が大変よく似ているということです。お腹がぽってりと大きく膨らんでいる点に注意してください。で、私は右の女性はですね、妊婦と判断しました。第2期前後の妊婦ということになるわけですね。で、なぜこんなところに妊婦が描かれているかですけども、この女性の顔をよく見てください。大変穏やかで優しい顔つきをしています。で、その石棺にはですね、私もアルカディアにいますよと書いてあるというのです。で、それを見てこの女性が穏やかで優しそうな、言ってますか、優しい顔つきをしているということなんですね。で、私はこの女性はシャマーシエスの妻のベタニアのマリアではないかと考えています。その理由を話す前にですね、続く動画をどうか見ていただきたいんですけども、その前にですね、前提としてこんなことを話しておかねばなりません。で、今この画像を小さくしましたが、左にミケランジェロが描いた埋葬ですよね。その埋葬の中に描かれているベタニアのマリア、そして右がですね、ミケランジェロが彫刻したと言われている
ピエタ像ですけども、ここに表現されているのはベタニアのマリアとシャマーシュイエスということを証明してきました。となるとその間にですね、ベタニアのマリアとベタニアのマリアとそれからシャマーシュイエスの間にできた子供ユダを置いてみるとですね、こうして、まあ、この4者がですね一連性を持ってつながっているということです。1,2,3,4 の順で見てください。埋葬の中のベタニアのマリア、ペーター像の中のベタニアのマリアですね、そして3番目が、アルカディアの牧人たちの中のその女性、そして4番目がですねミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像 Holy Family ということになります。でこうして並べてみるとですね、3番目の絵がですねしっくりと順に並ぶということです。今の段階ではあくまでも仮説ということになりますが、ベタニアのマリアはですね夫シャマーシュイエスの石棺の前でですね、その石棺に書かれている私もアルカディアにいますよという文言を見てですねほっとしたような安堵感に包まれているということではないかなということになります。ではどうか続く動画をご覧になってください。この動画が終わったらもう一度この画面に戻ります。The painting, which is regarded as one of the most mysterious paintings, is a painting entitled The Acadian Pastors by Nicolas Poussin. The letters engraved on the coffin, drawn in the center, seem to be the origin of the mystery, including the quest for the Holy Grail.Wikipedia English writes about this painting that Etu in Arcadia Ego or The Arcadian Pastors is the title of a 1637-38 painting by Nicolas Poussin, the leading painter of the classical French Baroque style. It depicts a pastoral scene withidealized shepherds from classical antiquity and a woman, possibly a shepherdess, gathered around an austere tomb that includes this inscription. It is now held in the Louvre. 謎の絵画と位置づけられている絵画の一枚がニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。中央に書かれた石棺に刻まれた文字が謎の原点になっているようです。その謎の一つが聖杯伝説ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。
ここまでのところをもう一度最初から説明します。ニコラ・プッサンが1637年から38年にかけて描いた絵画ということになります。で、中央に石棺が表現されています。で、この絵を見てですね、私はミケランジェロの埋葬を連想と言いますか、思い浮かべました。というのもですね、左が埋葬です。そして右がニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。この両者の背景の山に注意してください。埋葬の絵の方をですね、上に拡大しました。そして下がですね、アルカディアの牧人たちです。で、この山についてはですね、すでに多くの研究家がですね、フランスの一つの山であると判断しています。で、同じ山がですね、埋葬の絵の中にも描かれています。ただ埋葬の絵の方はですね、左半分以上がですね、雲のようなもので覆われています。この白い枠の部分を比較してください。そして中央、私がフリギア帽として紹介した山ですけれども、下にも同じような山が描かれています。そして中央に棺桶、石棺が表現されていますが、同じような石棺がですね、埋葬の絵の中にも表現されているというところに注意してください。そしてその石棺の表面にはですね、ラテン語で Et in Arcadia ego、 つまり我アルカディアにありと書いてあったというのですね。アルカディアというのはギリシャ神話でいうところの死後の理想郷ということになります。で、その Et in Arcadia ego をですね、バラバラにして文字を組み立て直すと右のようになります。つまりアナグラムということになりますが、それで読むとですね、立ち去れ、我は神の秘密を隠したとなるというのです。それについて書いたのがヘンリー・リンカン・マイケル・ベジェントとリチャード・リーの共作と言われているレンヌ・ル・シャトーの謎という本です。ダヴィンチコードの原作になったとも言われています。世界的なベストセラーになりました。で、そのレンヌ・ル・シャトーですけども、実際にある山ということになります。この事実は広く知られ、そして左下の山がですね、つまりは UFO のメッカとなったというわけです。2012年には大変な騒動になったとも言われています。それがレンヌ・ル・シャトーとレンヌ・ル・シャトーの山ということになります。そして一般説としてですね、聖杯がですね、この山のどこかに隠されているのではないかという、つまりは謎が生まれたというわけです。では皆さんをそのレンヌ・ル・シャトーへ案内します。このレンヌ・ル・シャトーで注意しなければならないことはですね、西からですね、ガラパンダルの奇跡のガラパンダル、それからアンボトの山ですね、マリアが住んでいたと言われているアンボトの山、そしてルルドと一直線上に、90度で東へ向かいますとフロレンスに行くわけですけども、レンヌ・ル・シャトーはその進捗線上にある、ほぼ進捗線上にあるということですね。で、今星印をつけたところがレンヌ・ル・シャトーです。で、そのレンヌ・ル・シャトーから180キロ離れたところにサント・マリード・ラメールというところがあります。サント・マリード・ラメールです。ここがですね、大変重要な意味を持つ、地名ということになります。なぜならば、ここまではですね、ベタニアのマリアが来ているわけです。イスラエルからですね、シャマシ・イエス・ナキアと
ここまで足を運んでいるということです。簡単におさらいしておくとですね、イエスはある時マルタの家に逗留するわけですけども、そこでまあベタニアのマリア、その妹のマリアと知り合ったということになります。左がですねマルタ、そして右下にいるのがベタニアのマリアということになります。まあ、こういう関係であったということですね。でこれはあのハロルド・コッピングという人が描いた絵なんですけども、まあ、この絵に表現されているイエス、シャマーシエスとベタニアのマリアの、まあ、関係というのはですね、この一枚の絵でまあ表現してますか、私たちは知ることができるんじゃないかと思います。でそのベタニアのマリアがですね、実は、まあ、このイエス亡き後ということになるわけですけども、そのまあ布教のためか、あるいは遺骨を持ってということになるわけですけども、フランスまで向かったということです。そのことをですね、ウィキペディアは次のように書いています。また南途中からですけども、南フランスの伝承では、姉妹マルタ、マリアとともにサント・マリード・ラ・メールにたどり着き、その後マルセイユの地で布教に励んだというと。でこの部分を大きく拡大してみますと、2021年、ここが重要ですね。カトリック教会はラザロをマリアとともにマルタの記念日である7月29日に加え、一般典礼で祝うことを発表、実際にその祝いを行った、施行したということですね。つまりここで書いてあるマリアというのはですね、聖母マリアでもなければマグダラのマリアでもない、ベタニアのマリアということになるということです。そしてシャマーシュ・イエスの妻のですね、ベタニアのマリアはですね、レンヌル・シャトーの、まあ、近くですよね、180キロのところまで来ていたという記録が残っているということです。そしてラザロというのはですね、ベタニアのマリアの兄にあたると考えられますけれども、そのラザロはイエスの親友でもあったわけですけれども、まあ、ある日イエスが行ってみるとですね、ラザロは死んで、まあ、4日経っていたというわけですね。そこでイエスはラザロをですね、復活させます、生き返らせるわけですよね。まあ、その様子はですね、多くの画家たちがですね、まあ、ラザロの復活と題して、まあ、このような絵を描いています。それほどまでに重要なイエスにとってはですね、まあ、つまりシャマーシュイエスにとっては重要な親友、人であったということになるわけです。その妹がベタニアのマリアということになります。まあ、そういう関係からしてもですね、シャマーシュイエス亡き後ですね、フランス遠くはるばるとね、フランスまで行って布教したとしてもおかしくないということになるのではないでしょうか。そんなことも頭に入れながらですね、話をこれから続けてみたいと思います。ただレンヌの町は特定できましたけれども、この山については特定できませんでした。レンヌの人たちはですね、多くの観光客が来ることを望んでいないようです。そして、まあ、そうした観光客がですね、来ないような手立てを講じているというのです。まあ、それほど有名な場所ということになります。念のためウィキペディアの方に紹介されている記事をここに転載させていただきます。つまりこの辺りにですね、イエスの墓があるのではないかというわけです。でこうした事実とですね、私林博士が発見した事実を重ね合わせてみるとですね、それもありかなということになるわけです。今ご覧いただいている埋葬と題されたこの絵画は、ミケランジェロ・ブラヌティが描いたものではなく、つまりは神自身が私たち人間に対する伝言として描いた絵画であるからです。反対に考えるとですね、なぜミケランジェロ・ブラヌティはこのような山を描くことができたのか、そしてなぜニコラ・
プスさんはですね、同じような山を自分の絵の中に描くことができたかということになります。で、結論ということになります。ニコラス・プーさんの書いたアルカディアの牧人たちという絵画です。その中央には石棺が描かれ、そしてその地平線にはですね、山が描かれているわけですけども、つまりミケランジェロの描いた埋葬の絵と、それからこの絵の類似性からしてですね、連続性がある。と私は判断しました。あるいはその上の同一の画家が描いた絵の可能性が極めて高い絵ということになります。まあ、いろいろ言われてますけれども、私は右の人物は妊娠している女性だと判断しました。まあ、妊娠中期の女性ということになります。となると石棺を前にしてですね、なぜこの女性は描くも穏やかで優しい顔をしているかということです。そしてその石棺にはですね、私もアルカディアにいますよと、まあそれに書いてあるわけです。その文字を見てですね、文言を見て、この女性が優しい顔をしている、もっと言えばですね、安心した顔をしているということです。つまりこの石棺にいる人物を思いやってですね、この女性はそうですか、よかったですねというような雰囲気で、まあ、その石棺にいる、まあ、イエスということになるわけですけども、優しく見守っているということになるわけです。となるとこの女性は誰かということですけども、石棺のそばにいる、しかもイエスの亡骸の入った石棺のそばにいるということからですね、私はベタニアのマリアであると判断しました。でこの時ベタニアのマリアはですね、妊娠していたということになります。つまりベタニアのマリアはですね、シャマーシュイエスとの間の子供を身ごもっていたということになるわけです。そこでもう一度埋葬の絵と並べて考えてください。左がですね、埋葬です。そして一番この絵の右に描かれている若い女性がベタニアのマリアです。それも別のところで証明しました。そして右がですね、ピエタ像です。ベタニアのマリアがですね、亡き夫シャマーシュイエスを抱いている絵ということになります。そして左から2番目が聖母子像です。ベタニアのマリアがですね、まあ、イエス、シャマーシュイエスとの間にできた子供、名前をユダと言いますけども、ユダと一緒に、まあ、彫刻されているということになります。こうして4つの作品をですね、1、2、3、4と順に並べてみるとですね、1、ベタニアのマリアですね、2、まあ、殺されて、そのシャマーシュイエスを抱いている。3番、石棺に入れる。そして4番目、その子供が生まれてベタニアのマリアの前にいるということになります。連続性がこれでつながったと言いますかね、連続的につながっているということです。で3番目の絵をですね、どういう位置づけに置くかというとですね、つまりは亡き夫
シャマーシ、イエスをですね、石棺に入れて、そしてその石棺に現れたといいますか、書かれた文言、私もアルカディアにいますよ。まあ、この石棺のあるあたりをですね、アルカディアと呼ばれていたそうですけども、アルカディアにいますよという文言を見てですね、ほっとしている絵ということになる、わけです。となると、この女性はですね、流れから考えて、ベタニアのマリア以外には考えられないということになるのではないでしょうか。この穏やかで優しい顔に皆さんもう一度注意してください。なぜこのような穏やかで優しい顔をしているかということですね。これがこの動画の結論ということになります。Jesus and Maria Bethany come to love each other. The proof is Gospel of John, chapter 11. イエスとベタニアのマリアは互いに愛し合うようになります。証拠はヨハネの福音書第11章です。広し林MMS City Japan, March the 11th, 2023. Jesus and Maria Bethany escape the persecution of Inanna Maria and get married at Renelu Chateau, now in France. The proof is the Last Supper, which is said to have been paintedby Leonardo da Vinci. イエスとベタニアのマリアはイナンナ・マリアの迫害を逃れ、レンネル・シャトーで結婚します。証拠はダ・ヴィンチが書いたとされる最後の晩餐です。マリア・ベタニー becomesPregnant, but she is then cursed by Strix, the witch of Inanna Maria. The proof is the Annunciation, said to have been painted by Leonardo da Vinci. ベタニアのマリアは妊娠しますが、その時、イナンナ・マリアの魔女のストリックスによって呪いをかけられます。その証拠はレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされる受胎告知です。 Mary Bethany's husband Jesus is murdered by three people, Inanna Maria, John the Baptist, and Judas the traitor. Mary Bethany is also abusedThe proof is the entombment said to have been painted by Michelangelo Brunetti. ベタニアのマリアの夫のイエスは、イナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダの3人によって殺害されます。ベタニアのマリアも虐待を受けています。証拠はミケランジェロ・ブラノティが書いたとされる埋葬です。マリア・ベタニー is deeply saddened as she holds her late husband Jesus to her bosom. The evidence is a statue of Pietà said to have been sculpted by Michelangelo Brunetti. ベタニアのマリアは亡き夫のイエスを胸に抱き、深い悲しみに包まれます。証拠はミケランジェロ・ブラノティが彫刻したと言われているピエタ像です。Eventually, her late husband is placed in a sarcophagus and buried somewhere on Mount Bugarash
now in France. The proof is the Arcadian pastures said to have been painted by Nicolas Poussin. やがて亡き夫イエスは石棺に収められ、南フランスのビュガラシュザンのどこかに葬られます。証拠はニコラ・プッサンの書いたアルカディアの牧人たちです。マリア・ベタニー then gives birth to a boy. The evidence is a Madonna and child said to have been sculpted by Michelangelo Brunetti. で、その後、ベタニアのマリアは一人の男児を産みます。証拠はミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像です。It goes with a saying that these paintings and sculptures introduced here are not drawn or sculpted by human artists, but are drawn or sculpted by God himself.As God's messages to us humans. ここに紹介した絵画及び彫刻は人間の芸術家が描いたり彫刻したものではありません。神自身が神自身のメッセージとして人間に書き与えたり彫刻したものであることは言うまでもありません。